前回のマインクラフトは初めての家が完成、屋上からは遠くを見渡せる優れもの、しかし見た目がダサい、木の剣を使い羊を倒しまくる、そいやベッドが完成し少し生活感が出てきた。登録、家もベッドもできてね、だいぶ生活感が出てきたよね。次に必要なのは食べ物。もうだいぶお腹が空いてるもんね。食べ物が、肉が普通じゃ食べれないから焼かなきゃいけない。石が必要だね。かまどを作る。そして剣とか斧とか、それをアップグレードさせていく。今日の目標はそれでいきます。木の時代から石の時代に変わってくるってわけね。まずは石を探さなきゃいけない。確かね、いろんなところにあったとは思うんだけども、どの辺に、おお、なんか、ブチブチの馬がいるぞ。蜂もいる。蜂の近くには確か蜂蜜があるとかあったな。はい、あ、蜂蜜あるな。あ、なんかある。蜂蜜がある。ちょっと、取っとこうか。よっしゃ、蜂蜜ゲットだ。なんか取った？いった！何？何？ちょい、蜂に襲われた。なんなん？そうか。壊したからか。壊したからいけなかったんだな。あ、この下、石ありそうじゃない？なんか色が違うんだよね。この辺？これ？なんか丸石ってやつだよね。欲しいのは。あ、違う。丸石ってどれ？丸石が欲しいんだけども、色がちょっとわかんないな。これ？あ、丸石あった。これだ。これだね。オッケーオッケー。丸石をちょっと集めよう。あ、ツルハシ壊れた。まあいいか。石が、33個。33個ある。え、何これ？ラマを飼ってる人がいる。あ、ちょっとやばくない？今、夜じゃないの？これ。ゾンビがちょっと出だしてる。え、家の位置がわかんない。これ位置覚えてくるべき。あ、あ、多分こっちだ。あの蜂がいる。オッケーオッケー。多分こっちで間違いない。やった、あったあった。自分の家発見。おっしゃ、周りに結構ね、敵が現れて大変だったけども、家の中に入ってしまえばオッケーでしょう。あ、そうか。松明がいる。石炭か。石炭も必要なんだな。とりあえず、あれを、かまどを作ろう。かまどはどれだ？かまど、あ、あったあったあった。かまどを作ることができました。かまどを置きましょう。もうお腹が空いててね、HP が全然回復しないんだ。これをかまどを置きます。ああ！そうか！燃料がないとダメなの？これなかなか厳しい戦いになってきたぞ。HP が全然ない。じゃあ石もあるし、武器を作ろうか。確かこれで、あ、あ、あったあったあった、いけた。まず、全部石製品に変えようか。石の剣と斧と、ツルハシか。ツルハシちょっと多めに持っとこう。これでよくない？これで OK でしょう。うわぁ、ちょっとやばいな。うわぁ、なんか、手出てる、お前。倒せるの？あ、無理か。朝まで寝ましょう。なんだと、モンスターが近くにいるため眠ることができませんだと？来い！倒す！よっしゃ、新しい石の剣の威力見たか。寝ましょう。もうこれ完全にやばいよ。完全に HP がもう1で固定されてるもん。1どころか、もう半分だわ。石炭なんとかしよう。石炭。さっきの地下に潜っていくところか。あそこの下に行けばあるんだろうな。行ってこよう。あ！あいつ、トライデント持ってるやん。トライデントってあれ、最強武器でしょ？ちょっと待って。あれ、欲しい。いた！いや、でも、あいつ、トライデント投げよったぞ。投げちゃってるから。オッケーオッケー。HP も回復したし、お腹も満たされた。ちょっとあのトライデントゲットしよう。やったやった。トライデントでめちゃくちゃ強いんだよね。よし、アイテムあるあるある。確か5分すると消えるとかそういう感じだ。じゃあ、おっとおっとおっと、トライデントがある、トライデントある。トライデント。
じゃないのこれ、トライデントじゃないの。いったいった、なに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 、取り方がある、もしや、なんか、え、このトライデントの取り方がわかんない。刺さってんのよ、ここ刺さってんのよ、取れるでしょ。え、いったいった、わからんわからん、トライデントの取り方がわからん。もういいのよいいのよ、今日の目標は石をゲットして装備品をね進化させて食べ物をゲットするってやつなんで、いいさいいさ。これもう下に掘っていく気はないのか、なんか、あ、あったあった、これじゃない、これじゃない、これだよね、発見、あった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 、発見しました、これだもんね、石炭ゲット、よかった。もうなんだ、掘っていかなきゃないのかなと思ってたけど、そんなことなかった、よかった、こんな近くに石炭がいっぱいあってくれて助かった助かった。これぐらいあればいいでしょう、34個ゲットすればいい感じじゃないか。もう夜になってきた、夜になってきた。こっち側かな、あ、こっちだねこっちだね。さっきねトライデント持ってるねゾンビがまたいたんだけども、まあ取り方がよくわかんないし、いいや、全力で戻ろう。邪魔な奴らがいるな、そいやそいやそいや、オッケー、お前もだ、そいやそいや、なっなー、そいや、家が見えた、お前もだ、そいや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 、よし、ダッシュで戻る、お腹も空いてきたね、 HP もまだあるし、お前も倒してなんか糸みたいなのゲットしとこう、そいやそいや、よかった、家到着。あ、あ、お、家の中にお前ら何してんだ、くしょ、嘘、お前ら家の中でえらいことしやがって、そいや、お前らいい加減にせよ人の家の中で、そいや、もう家の中あいつ入ってきてた、あれだもんね、確か明かりをつけてないとそこにスポーンしちゃったりするんでしょ、明かり重要な、明かり重要だ。でもこの石炭があれば何とでもなるでしょう。ちょっとこの、いや、なんとかならんのか、かまどの中に石炭を入れていらない木のアイテムを置いててやれば、あ、これでできるの？あ、違う、あ、こ、あ、あー、木はいらないのね、木はいらないのね、石炭で燃やせるのね、念願の食べ物ついにゲット、これでお腹すくこともほぼなくなるでしょう。で次はあれだな、ゾンビたちが入ってこないように、湧かないように、松明を作らなきゃいけないんだな。あ、松明いっぱいできるじゃん、松明作って、でこれを、え、家の中にこう設置していくってことだよね、こんな感じか、はい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 、これでなんか人間らしい生活ができるようになってきたんじゃないね、え、明るいよ、明るい明るい、よしよしよし、上にもちょっとしとこう、上にもね、上に敵が湧いたりとかそういうのもあったら嫌だしね、こんな感じ、 OK、 明るい、一気に明るくなった、いやー、いい朝だね、いい朝だ、もう家もできたし明かりもついたし食べ物もある、で武器もある、これだいぶいい。あれ、なんでゾンビがいるんだ、あ、装備してるからお前は死なないのか、そうか、俺まだね丸裸だから防具欲しいね、防具が欲しい。オッケー。まあ、次はなんかちょっと防具とかそういうのを作っちゃおうかな。はい。とりあえず今日は家ができて、そして石の装備もできた。食べ物も確保することができて、明かりもできました。だいぶ文明が前に進んできたね。まあ、次もまたどんどん進めていきましょう。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。